遅いにゃ。もうみんな揃ってるにゃ。まあレオニアさん、戦争も終わって一段落したんだから。でも本当の最後はこれからだから。そうだな。この装置で魔法を消さないと本当の意味での終わりじゃない。だったらさっさとやっちゃってよ。まあ慌てるな。これを使うのはどこでもいいというわけじゃない。なんせこんなちっぽけな装置で世界中のマナを消そうっていうんだからな。適した場所でないと効果は期待できん。適した場所と？大地、大気、そして人の気、これら全ての気が集まりやすい場所だ。全ての気の集まる場所。昔の資料を漁っていろいろと計算してみたが、この大陸で一番適しているのはリュルクハイムにあるアイゼンバント山の山頂だ。あの砦の奥の山か。気を集めるための古代の仕掛けが残っていることから見ても間違いないだろう。そこの頂上でこの装置を使えば全ての気がマナを効率よく集めてくれる。つまりその装置をアイゼンバント山まで運ぶ必要があるんですね。ああ、そういうことだ。では早速メンバーを選ぶと。その前にちょっと話がある。彼とフレーネと3人にしてくれないか。使い魔はいてもいいが他の者は席を外してくれ。もう話って？最後まで言おうかどうか迷ったんだが、やっぱり言っておくことにする。この装置を動かしこの世界から魔法を構成するマナが消えたら君たちはどうなるのか、私には想像もつかない。ひょっとして私のことでしょうか？まあな。もともとあちらの世界の住人であるレオナはあちらの世界に戻るかもしれないし、こちらの世界に残るかもしれない。だがいずれにしても死ぬことはないだろう。だが魔力で構成されている使い魔のおチビは間違いなく消えるだろう。そんな。おチビのこともそうだが、お前たち二人のこともだ。この装置は天使アキエルの記憶にあった方法に沿って作ったものだが、あの記憶にあった内容を覚えているか？アキエルの記憶。私らしくもない。回りくどい言い方はやめよう。この装置は天使の存在を媒介として作動する。だから魔法が消えると同時に天使が存在したという事実さえも消え失せる。マスターたちは天使の力を。半分は人間だから消えてしまうことはないだろう。だがとても生きているとは思えない。はい、そのことはうすうす気づいていました。それでもこの装置を使うつもりか？私も覚悟はできています。わかった、この装置を持っていけ。この装置はお前にしか動かせないように調整してあるんだ。お前の意思を無視して装置を使えないようにな。魔導法を応用して作ったから操作は簡単だろう。目的地に着いたらこのレバーを引くだけだ。それとマナの集約に影響が出る可能性があるから、お前以外のものはできるだけ山頂から離れるように頼んだぞ、若者よ。
へ移動しますか。設置して魔法を消すだけですね。よくここまで来た。まさかここまでやるとは思わなかったよ。誰よ。君たちの行動は私の予想を超えていた。潔く負けを認め、しかしその装置はなぜ。それを動かされては私の楽しみがなくなってしまうかな。そうだ、差し当たってはその装置を壊すことか。危険すぎる相手です。ご分を。任せて。はい、了解。次はどうですか。ご分を。次の指示をください。了解。次の指示をください。了解。次の指示をください。了解。ベスターズを作る世界、我が喜びの世界、隔たりを越えて一
一つに溶け合うのだ。はあ、なんと素晴らしき世界だ。そのために邪魔者は排除する。死ねえ。魔法いつでも行きます。死なねえ。ウザスマイト、ウザなり。次はどうでますか。ご分を。はい。次の指示をください。了解。魔法、いつでも任せて。さて、次の指示任せて。次の指示をください。了解。これ任せて。魔法、いつでも行けます。はい。何をすればいいですか。はい。魔法、いつでも任せて。さて、次の指示は。任せて。魔法、いつでも OK。 任せて。さて、次の。任せて。正直、ここまで楽しませてくれるとは思わない。実に。だが、私の計画には君たちは邪魔者以外の何者だ。私も全力を持って相手を強いる。これは闇。まさかあのビジョンの。彼が天使のビジョンにあった闇ならば、すでに闇の侵食が始まっていたということですか。召喚は時空の壁に穴が。我は人間的に大きい。あの姿は危険です。早く何とかしなければ。次はどう出ますか。ご分を。任せて。了解。さて、次はどう出ますか。ご分を。真の姿が取れないというなら、この姿で相手をしてやろう。次はどう出ますか。ご分を。魔法、いつでも行けます。はい。私、何をすればいいですか。次の指示は。任せて。魔法、いつでも行けます。はい。何をすればいいですか。はい。任せて。さて、次の指示は。任せて。
わ。任せて。もっと強くならなくちゃ。私は使い魔です。魔法で生み出された存在ですから、魔法がなくなれば消えるだけです。そんな。使い魔は道具です。悲しむ必要はありません。今までありがとうございました。それじゃあそろそろ最後の仕上げです。あとは彼に任せて、私たちは離れましょう。彼一人でいいのか。魔法消去装置は彼にしか使えないように設計されているんです。私たちがいては邪魔になるかもしれませんから。精神集中の邪魔になるか。仕方ないの。あなただけに危険なことをさせられませんから。皆さん、安全なところまで下がりましたね。いよいよお別れの時です。
私、マスターの使い魔として生まれて幸せでした。危険な場面も何度かありましたけど、ずっとマスターと一緒にいられたことがとても嬉しかった。いろんなことがありましたが、私ほど幸せな使い魔はきっといませんね。さあ、マスター、時間です。装置を。装置が爆発したらしいな。跡形も残らんとは。ところで魔法は消えてしまったみたいです。さっきから試しているのですが、全く使えません。そうみたいね。って、あなた誰よ。何を言ってるんですか、イライザさん。フレーネさんのことを忘れちゃったんですか。そういえば、そうよね。私、どうしちゃったのかしら。レオニャ、覚えてるにゃ。イライザ変にゃ。そういうあなたは誰よ。尻尾があるし。にゃ、イライザ、レオニャのことまで忘れたにゃ。ひどいにゃ。大丈夫よ、リオネちゃん。ちゃんと覚えてるから。すまんが、わしも言われるまで忘れておった。これも魔法を消した影響でしょうか。そういえば、彼は無事ですか。彼って？まさか、彼のことも。僕も思い当たりません。そんな、誰一人かけてはおらんぞ。これ何にゃ。ブレスレットですね。誰か落としました。それは最初から落ちてたにゃ。でも、懐かしい匂いがするにゃ。まあ、そんなことは後でもいいんじゃない。魔法も無事消えたし、そろそろ屋敷に戻りましょう。